して今日こういうパーティーをやることがいいのかどうかっていうのは一つあると思いますけれども、さっき踏み絵の話ありましたけども、福島みずほの前には踏み絵出されなかったんですよね。でそのことはいいかどうかは私は あまりいいことだとも思いません。その辺で悩むところがあってもいいんじゃないかというふうにも思いますけれども、今日たまたま週刊金曜日でなんか選挙に向かって何か書けっていうことで書いてきた原稿でですね、アンチ書きくけこというのを書きました。アンチ書きくけこっていうで、かは家計学園のかですね、木は凶暴罪、それから区は救助で、家が原発ですね、で子は小池百合子とおめでとういうことになるわけで、小池百合子は、まあ、毒婦ですね、毒婦に前原というなんかやわな男がやられちゃった感じですよね。原発ということで、原発ゼロは結局あれには入らなかったでしょ。でなんか言うだけ得みたいにして言っちゃったわけですね。で小池はしかし大震災直後自民党総務会長だったんですね。でその時に原発再稼働のロードマップを作るって言ってるわけですよね。だからもう全然出任せを有利みたいな感じで、それでもこう言いたいことを言うと、そういう小池に対してですね、あるいはさっき福島さんも言ったように、安倍と小池の間に違いはない、オスの鷹とメスの鷹の違いであるというふうになりますけれども、だから福島さんもね、本当は今日あたりこう会やめてね、全国を駆け巡ってなきゃならない。で平気で今日やるところがいいところであるそういう感じもしますけど、まあこの笑顔に皆さんも騙されて今日は楽しくあれをしていただきたい、出陣前のなんていうか元気を出す会だということで、福島みずほ頑張れということで乾杯。